デニス・イスウィスノスキーデニス・イスウィスノスキーはアメリカのコンサルタント著作家であり米国防省の事業改編オフィサーにおける事業ミッション領域のチーフアーキテクトでありかつチーフ技術オフィサーであった彼は管理と事業改善活動におけるモデリングと分析のための標準である統合化定義手法の創始者と創作者の一人として知られているデニス・イスウィスノスキーは ペンシルベニア州ワシントンで生まれ、ペンシルベニア州立カリフォルニア大学から物理学と数学の学士号を、ベートン大学からマネージメント科学の修士号を、そしてピッツバーグ大学から電気工学の修士号を取得した。1971年にオハイオ州のライトパターソン空軍基地の米空軍物品研究所に勤務を始めたウィスノスキーはコンピュータと 情報サービスに向かっていた。1976年に彼は統合化されたコンピュータ支援製造プログラムのマネージャーになった。1986年にはウィズダムシステムズを設立し、そのチーフ執行役員になった。2006年8月、彼は国防省の事業改編のための国防長官代理オフィスにおける事業ミッション領域のチーフ技術役員に任命された。 彼は1997年5月のフォチューン氏により、製造における5人のヒーローの一人であると認められ、2007年に連邦百勝受賞を含み、彼の功績に対する数多くの栄誉賞を受けた。ウィスノスキーは、事業プロセスリエンジニアリングと事業体仕組みを含む、情報技術のコンサルティングとトレーニングの分野で、貢献をした。彼の得意分野は、非効率な、 アズ・イズ状態から戦略的及び戦術的な目的を達成する 2B 状態へ効果的に組織を移行させるソリューションを導出することである。ウィスノスキーは BPR、知識管理、半導体プロセス、情報技術、ロボット及び工場制御、経営管理論、コンピュータ支援設計、コンピュータ支援製造、電子工学、コンピュータ科学、 およびコンピュータ統合製造の分野で本や論文を発行した。彼は事業体統制ネットワークにおける中心可視化の創案者である。デニス・ウィスのスキーとダンエル・シュンクは1976年に設立されたアイカムプログラムの共同設立者とみなされる。サベージによれば1980年代にジョセフ・ハリントンが製造企業全体を包含するため CIM の 概念を広めた。ハリントンは製造をモノリシックな機能と考えた。この本は機能がどのように継ぎ目なしの全体として相互作用できるかを議論した。ハリントンは1970年代中頃に米空軍のアイカムプログラムを設計していたウィスノスキーとシュンクにとって役立ち、そして彼らの作業は順次ハリントンの2番目の本に影響した。 CTO としてウィスノスキーは、その省の事業ミッション領域をサポートする連合仕組みの設計、開発、及び変更におけるエキスパートのガイダンスと監督を準備する責任がある。この役割は、国防省のコーポレートレベルのシステム、プロセス、及び国防省を横断して共通であるデータ標準にサービス及び防衛機関の事業仕組みを付加する、 ビジネスエンタープライズアーキテクチャーの監督を組み入れる。ウィスノスキーは、ブーマの連合仕組みが、省の事業改変のためのビジョン、ミッション、戦略、及び優先度を完全にサポートすることと、全体的な仕組みのそれぞれの階級が国防省の管理構造に整合した適切に焦点を当てられた、説明責任を伴って、明確に定義されることを確かにする。 彼は BEA とコンポーネント仕組みが連邦事業体仕組み内で整合し準拠したままであることと国防省の構成要素に連合したアプローチを通して仕組みの計画、開発及び維持を統一させることをサポートしそして強調することを検証する。ウィスノスキーはまた国防省のチーフ情報役員のオフィスと協調して国防省ネットワーク中心事業体サービスの 要求と拡張の開発のアドバイザーとして活躍する。ウィスノスキーは事業体仕組みプロジェクトを管理するための国防省及びその他の連邦組織における決定的な情報源と考えられる、ドーダフ・ウィズダムを含めていくつかの本と100を超える論文の著者である。その一部を挙げる。ありがとうございます。